はい。世界一、いやー、宇宙一明るい病人。あ、バンパイや星の姿でござる。ソローシャゲー。はい。ケフはですね、前からのシリーズの バンド名に関しての、えー、お話でございます、はい、今まではバンド名の由来についていろいろ語っていったんですけど今日はちょっと違う視点からのお話になりますでもまあ楽しんでください最後までご視聴お願いします、えー、バンド名っていうのはあのね実はねすごくトラブルが多いんですようんでどんなトラブルが多いのかっていうとですね あのー、同じバンド名を知らず知らずにつけちゃう場合があってこれは結構なトラブルになってえー、裁判座とかにもなるケースも多いんですよ。で、えー、分かりやすい、えー、例で言うとこれはもう皆様有名だから知ってると思うんですよあの。X っているじゃないですか日本のバンドで。うん さん率いるもともとただの X だったのに途中から XJAPAN になったじゃないですかあれはなぜかというと海外進出を X がした時に実は海外の方にも X ってバンドがいたんですよだからそのトラブルを避けるために XJAPAN と JAPAN をあとお付けしたわけでございます知ってた知ってましたこれは結構有名なんだようんあとですねえー、有名なところで言うと イギリスにニル・バーナっていうバンドさんがいたんですよ。うん、でカート・コパーンっていう、まあ、アーティストを筆頭にした、えー、ニル・バーナさんは、まあ、一世を風靡してめちゃくちゃ売れたバンドさんなんですけれどもまあアメリカの方にも実はニル・バーナっていうのがいてこれはもう訴訟を起こされたぐらいに揉めたんです。まあ、最終的には和解して、まあ、ことなきを得たんですけどももそういうい事例も 実際にありましたえそれからですねえー、スウェードっていうバンドさんがいたんですけれどもえー、アメリカの方にもロンドンスウェードっていう名前を使ってるバンドさんがいたんでまあこれもちょっと問題になったみたいですねはいであとえー、他にも かえっ、ー、とねちょっと待ってね、うん、そうそうえー、ジェイ・マスキスっていうアーティストさんがバンド名を「ダイナソー・ジュニア」っていう名前にしたんですよ。でなんでジュニアを ってつけたのかなってみんな不思議に思ったらしいんですけど、これはえアメリカの方にですね、ダイナソーズっていうバンドさんがまあいたんですよ。そして警告の手紙を送るぐらいの結構もうなんだろうな、ダイナソーズさんたちはイライラしてそういう手紙を送ったくらいだったんで、まあジュニアを後付けさせた。 まあそんな感じでですね、えー、結構同名の、えー、バンド名で裁判沙汰になるとかトラブルになることっていうのは多いのでなんか、えー、バンドとかを結成させたい人たちはよくよく調べてからつけた方がいいですよ。はい でも、えー、日本でも有名なミスタービッグっていう、うん、バンドさん、うん、ビリー・シーンとかポール・ギルバードとかがいるミスタービッグも曲、えー、名からフリーの曲名のミスタービッグから名前を取ったんですけどこれは何も別に問題はならなかったみたいですね。だから相手、尊敬する相手に了承を取った場合は あのーまあ、全然つけても大丈夫、うん、これを日本のバンドで言うと確かこれは僕のうろ覚えなんですけれどもサッツってあの清原さん黒夢とかやってる清原さんいますよねでサッツも確かモッズっていう、あのー、バンドさんがいて清原さんはモッズがめちゃくちゃ大好きで尊敬してるんですよだからモッズさんに確か了承を得たんですよね「サッツってつけてもいいですか?」みたいな。 うん、だからまあ大事に至ることはなかったっていうことがありました、はい、でバンド名をつける際はよくよく注意しないと裁判は雑談になっちゃうぜっていうお話でございましたまたえー、なんかねバンド雑学まあ僕はプロのミュージシャンですからいろいろ知ってるんでなんか楽しい話があったらお話ししていけたらなと思いますはい ぜひ聞いてやってください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ一緒に転がってく。